なんかブレイキングダウン出ないです。出ないです。すごく怖いんだから。行ったことある会場、まだ画面越しに見とうだけやろ。めちゃくちゃ怖いけんな。普通におかしいやんな。人と人が殴り合っとる。リングの上で。怖え。ブレイキングダウン出とう人たち、あらかた喋ってきたんやけど、みんな超優しいんよ。お前マジで。みんな超絶優しかったんやけど、マジで、本当にもう会場行きたくなくて、なんで会場行きたくないかっていうと、ブレイキングダウンの人たちってマジで、本当に二言目ぐらいで、次俺とやろうよって言ってくるっちゃう。なんであんな好戦的なん？めちゃくちゃ怖いし。勝てるわけないやん。なんでそんな二言目には次俺とやろうよって言ってこれる。めちゃくちゃ怖い。こうはマジやばすぎ。みんなバロラントやってほしい。みんなバロラントやってジェットでエントリーとかしてくれんかいな。レーナで頼む。やってくれバロラント。バロラントでなら戦います。本当に怖かったんだから。でも超いい人たちやった。めっちゃすげえいい人たちで、レペゼン超見てるよとか言ってくれたり、ありがとうございますみたいな。めっちゃ嬉しくて。あんな怖い人たちに動画見てもらえとんやったら、俺らに悪口言ったらあの人たち呼んじゃうから。わかったか。いいんだな。俺たちに次悪口言ったらあの人たちみんな呼びます。俺の友達メンコがもっと強くなってしまった。バーカム、はいはい、お前もお前の家に呼びます。全部呼ぶ。オーディションに来とった人全員送り込む。お前ん家に。終わりです。お前ん家でオーディションやるけんな、次のブレイキングダウン。わかったや。お前は家族と一緒に恥で丸くなれ。恥で丸くなってガタガタ震えとけ。お前ん家でやるけん、実家で。お前の家の実家でオーディションしますから。わかったか。怖い人いっぱい来るよマジで。怖いよ。ブレイキングダウンの会場の前なんかもうすごい怖いんだから。喫煙所がさ、ブレイキングダウンのさ、スタジオのさ、外にあるんやけど、すごい怖いからあそこ。ブレイキングダウンの喫煙所超怖いんだから。みんな牛みたいなガタイの人たち、いっぱいの入れ墨の牛みたいな、すっごい怖い。タバコブワー吸いながら超怖い。でも優しかった。やっぱあれ、いかつい人たちが優しいとさ、なんかわかる。ちょっとやっぱギャップあるよね。うわ、優しいってなる。こんないかついのに優しい。あー、なんでってなる。好きになっちゃう。キュン。いや、じゃあ俺もちげえよ。俺はちげえって。俺は最初から優しいや、別に。動画で怖い時ないやん。いつもこんなんやん。こんなんでペラペラ喋っとうだけ。俺口だけやけ。米尾さんどんな人だと。めちゃくちゃ料理美味しかった。あの見た目で格闘技強くて料理うまいの意味わからん。普通にハイスペックすぎてちょっとやだ。オーバースペックだろ。いいな、俺も料理できるようになりて。そう、運動神経いいし。てか俺そのなんか運動神経自分が悪いけん、運動神経いい人間に対しての妬みとかその意味がやばい。正直バン中村さんも超優しい。優しすぎて大丈夫かなってなった。こんな優しくていいとこの人ってなった。すげえわと思って。珍しいよね、やっぱちょっと怖い系の人であんなに優しいのって。みんな優しい。多分強い人ってみんな優しいんやと思う。そもそも多分ね、強いと心の余裕があるけん優しくなれるっちゃうね、人に。